マチカツ TV ということで、またあゆあゆに来てもらいました。はい、よろしくお願いします。お願いします。本日のですね、コーナーは、うん、まずはですね、ピックアップチャレンジャー、ハゼの木職人の増井翔太さん、ちょっと深掘りをしてまいります。はい、でその後はですね、増井さんもお呼びして、はい、あゆあゆも入っていただいて、マチカツの旅のコーナー、はい、お届けしたいと思います。はい、はい、それでは VTR スタート。ハゼの木職人ということで、中川市にハゼの木という植物を植える活動をしている増井翔太と申します。よろしくお願いします。はい、増井さんにいろいろちょっと聞いていきたいなと思うんですけども、中川に住んで何年目？3月で丸4年になります。どんな活動していますか？ハゼの木という植物を、中川市の山に植える活動を、したいと思っています。この活動を始めるきっかけは？ミリカローデン中川であったハゼの木に関する講演会を聞いたのがきっかけです。この活動を続けるための原動力は？自然の中で、働きたいという気持ちと、いろんな人、応援してくれる人との出会いです。この活動の先にある風景、イメージを教えてください。まさに風景なんですけれども、毎年秋になると赤く染まるハゼの木が中川市の山を彩る、そんな風景を描きたいと思っています。はい、そんな増井翔太さんです。よろしくお願いします。お願いします。それでは増井さんをね、深掘りしていきたいと思います。中川に住んで4年目ということでしたけども、はい、中川に住むきっかけとかあったんですか？五箇山にキャンプ場ができるのをきっかけに、そこで働きたいなと思って、とある人の勧めで引っ越しました。ハゼの活動をね、やっていきたいと言われていましたけども、詳しく教えてください。はい、中川にはですね、たくさん、杉ヒノキが植わっている山があるんですけれども、なかなか手入れが行き届いていません。その他にもいろいろ有効活用できていない山林っていう地域があるので、そこに、ハゼの木っていう良質な油が取れる植物を植えることによって、毎年人が入る開放的な森、紅葉樹林にしていきたいなっていう活動をしていきたいと思ってます。ハゼの魅力を教えていただけますか？はい、いろいろあるんですけれども、まず紅葉がめっちゃ綺麗っていうところが魅力の一つです。モミジなんかよりもすごい赤くなる、葉っぱをつけるので、久留米田主丸なんかでは毎年見頃の時には多くの観光客の方が来られています。そしてもう一つは手間がかからない植物ということです。実をつけてそれを油に変えることで、その油を買い取ってくれるお金になるっていうことなんですけれども、実は草刈りぐらいで植物が育つということで、全く手間がかからない、すごい素敵な植物になっております。ロウが取れるということですけども、はい、特殊なんですか、そのロウは？そうですね、和ロウソクの原料になっているんですけれども、パラフィンロウソクとは違ってですね、パラフィンロウソクって白い普通のロウソクなんですけれども、あれと違って全くすすが出ないロウソクになっております。すすが出ないということは、神社とか仏閣とか、まあ、歴史的な建造物なんかでも使えるということで、大変重宝されている植物です。さらに力士の瓶漬け油なんかにも、使われたりとか、現代でいうとなんとインクのトナーなんかにも、利用されている植物になります。これが実ですね。こういうのがブドウのようにこうぶら下がって、秋になると、なってるのが高速の脇なんかによく生えてたりとか、あと意外とですね、中川にもいくつか残ってるのがあって、で実をつけてるのがあるので、ぜひ見てみていただきたいと思います。本当にブドウみたいにぶら下がっているのが、秋を過ぎて11月ぐらいになって葉っぱが落ち始めると、これがすごい目立つようになってきます。これを絞って固めたのがこちらになります。これをまた溶かして、棒状にしていくことで和ろうそくが出来上がるということですね。これが、絞ったばかりの小ろうっていう状態になります。このハゼの活動、はい、続ける原動力っていうのはあるんですか？はい、僕はもともと自然の中でやっぱり働きたいっていうのがあって、キャンプとか、あとはまあアウトドア活動、川で遊んだりとかが大好きなので、そういう中で一緒にできることがないかなって思ってた時にハゼの木と出会いました。でハゼの木と出会って、自分の活動をしながらもそういうふうに自然の中で触れ合えるっていう植物、あ、いいなと思ってたら、どん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 応援してくれる人たちが増えていって、昨年一緒にやりましょうっていう方と出会うことができました。内田さんっていう鹿児島の錦江町の方なんですけれども、そういう出会いがありまして、これからも続けていって、ぜひぜひ、実を
実らせることができたらなと思っています。今後やってみたいチャレンジがあれば教えてください。そうですね、中川の山にやっぱりハゼを植えて、それが実った時に中川市の子どもたちや興味がある人たちとその実を収穫してみんなで絞って、中川オリジナルのろうそくを作りたいなと思っております。ありがとうございました。はい、風の木職人の増井翔太さんでした。先ほどピックアップチャレンジャーでね、お話伺った増井さんをさらにさらに深掘りしていこうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。増井さんは、はい、中川に引っ越してきて、はい、もうすぐ4年。もうすぐ4年ですね。おー、はい、そうなんですね。あ、いわゆる何年目でしたっけ。もうすぐ6年です。6年。あ、いわゆる先輩。よろしくお願いします。おー、任せとけ任せとけ。はい、まあ、はい、その先輩のあいあゆ、うん、中川歴6年と長いんですけど、はい、中川とハゼの関係ってご存知ですか。はい、いや、知らないです。知らないです、うん、中川とハゼ知らないです。知らないです。ちょっと教えてくださいよ。ちなみに高橋善三さんっていう偉い人が中川にいたんですけれども、はい、ご存知ですか。いや、ちょっとごめんなさい。6年いて先輩らしから知らないと、はい、すいません。はい、わかりました、はい、ちょっと説明させていただきますけれども、はい、あの高橋善三さん何をした方かっていうと、うん、あのハゼって江戸時代薩摩藩鹿児島がすごい盛んに栽培をしてたんですよね。はいはいはい。で、福岡から薩摩に行ってこのハゼの栽培方法を学び、福岡にそれを持ち帰りハゼの栽培方法を福岡中に広めたっていうのが高橋善三さんなんです。結構すごい方じゃないですか。そうです。でさらにすごいのが、そのハゼが福岡中に広がったおかげで福岡は飢饉を乗り越えたっていう事実があるんですよ。そうなんですか。そうです。あの田んぼとか畑とか全部ダメになったんだけど、おうおう、ハゼはなってたんですよ。強いんですね。これをお金に変えることで福岡の人たちは飢饉を乗り越えた。なのですごい死者が少なかったんです。うん、そうなんですね。ちなみにあゆあゆさんは福岡出身ではありますか。はい、福岡です。あ、じゃあ、うん、もしかしたら高橋善三さんがいなかったら、うん、あゆあゆさんここに存在してない可能性。生まれてないかもしれない。生まれてないことね。それぐらいの多くの人を救った種っていうのをこの中川の高橋善三さんが一番最初に植えたっていうのが、すごい方じゃないですか。すごいですよ、うん、めちゃんこすごいですよ。でも知らないでしょ。知らなかった。もったいないですよ。もったいないです。でしょ、うん、そういうことで、うんうん、このちょっと歴史なんかもいろんな人に知ってもらいたいなっていうことで今こういう活動をしております。なるほど、はい、もっと知ってもらいましょう。知ってもらいたいですよね、うん、はい、知ってもらいたいんです。よろしくお願いします。はい。まあそんなあのハゼをねこう植えていく活動ですけど、数人でされてるとお聞きしましたけど。そうですね、最初は一人だったんですけれども、うんうん、少しずつちょっと応援してくれる方が増えたり、一緒にやりましょうっていう方が増えて、うんうん、今は、3人で、私も含めて3人でちょっと活動を始めようかなっていう形ですね。うんうん、心強いですね。心強いです、うんうん、もう本当にびっくりしました。SNS で面白いことをやってますね、私もハゼに興味あるんですよって突然、うん、メールが来た方と今一緒にやろうっていうことで、すごいすごい出会いですね。そうです、面白い。その方のお名前は内田さんっていう方なんですけども、うん、内田さん、はい、はあ、今ここ写真出てるんですけど、この間ね中川にも来ていただいてね、高橋善三さんのお墓があるんですけれども、はいはい、そういうところをちょっと巡って、中川にお墓があるんですか。そうです、高橋善三さんのお墓があるので、あ、そうなんですね、はい、そこを見て、あ、ここから福岡のハゼの歴史は始まったのかって噛み締めていただきました。いい時間でしたね。はい、内田さんはもともと関東の方にお住まいで、ね、はい、この後九州に引っ越してくるというお話だったんです。だから、関東にいらっしゃる時に中川まで会いに来ていただいて、うん、で私もお会いしてお話を伺ってたんです、はい、でそれから九州に来られるなら、はい、内田さんのところに会いに行こうと、いうことで4人でちょっと行ってきましたので、すごい、その時のね、映像をちょっとお届けしましょう。それでは VTR スタート。
はい、町勝の旅としてですね、ハゼの木と古民家という形で、ちょっと探してきました、はい、まあ、古民家をね、もう再生されるということでしたので、徳永さんお連れしてですね、一緒にね、行ってきました4人 でどこに行ったかというと、まあ、さっきからね、いろいろ出ていましたけども、やはり鹿児島です。そうです、あ、原点はですね、はい、しかもですね、鹿児島のさらに右東側のですね、大隅半島のさらにこの南の方、この錦江町というところに行ってきました。5時間そう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 、車に揺られて5時間にできました。遠い、こちらでございます。門がある、立派ですね。すごい。この、場所を、まあ、借り受けて、はい、で、これからこの鹿児島で、はい、ハゼの栽培も始めつつ、この古民家も改修していくというふうに言われてる。すごい、移り住んじゃったんですね。ここ馬小屋、馬小屋って、部屋敷だったみたいですね。そうです、最終的にここに住むって言われてましたね。あ、そうなんですね。古民家の方はお客さん泊まってもらって、馬小屋の方に自分の居住スペースを作る、こちらがね、その母屋の方で、ここに、ゲストハウスにすると。すごい玄関が高い。やっぱね、昔ながらの私の おばあちゃんちを思い出しました、これ。なんかありましたよ。これ当時のやつですかね。あ、でも置いてあったやつでしょうね。すごい。縁側が、うん、いいですね。長いですね。広いですね。広いですね。今お客様用の、なんか隠し収納みたいなところがいっぱいあるんですよ、たくさんあったね。忍者屋敷みたいな感じですか。面白い。壁押したらくるんっていくんじゃないか。消えたみたいな。これ電気回るけど、あそこ裏からだったら電気は、面白い。なんかそういう作りは残したいですよね。ここで聞いたんですけど、ここ築何年ですか。築だいたい130年ぐらい。130年、ここ築130年。明治終わりぐらい。でもその割にはすごい綺麗じゃないですか。そうですね、やっぱりご家族の方が、そっかそっか、保管ちゃんと。で、ここからですね、実際に今度はハゼを植えると言われている場所までちょっと行ってきました。はい、開門岳がね、望む、素敵な場所。こっちが向こう側に寄せつつ、こっちが最初多分使わない感じに、木の下は多分枯れちゃうんで、向こうが使えないんで、多分10メーターぐらい、10メーター20メーターぐらい離してから、こっち側に植えようかなと。ここで何本？ここで多分全部植えたら、1000何本植えれるんですけど。4トンいくかな。4トンいくんじゃない。ちょうどこのここのガードレールぐらいから向こう側までなんで、これで6ターンぐらいあって、で下が多分4ターン半ぐらいのだけがあって、まあ、そっちもお借りできるんで。本当だから1兆分ぐらいあるんですけど、一応8ターンの契約で。ね、空撮してきました。これ増井さんの。そうですね、僕の愛機。きゃーすごいかっこいい。ちょっとこれな、こんな感じで写真ですか。これ上から見た。すごい。空撮中央は上がってます。あ、本当だ本当だ。ここを選んだ理由とかなんかあるんですかね。そうですね、こうすり鉢状になってるの分かります。分かります。ハゼって、みかんと一緒で斜面がいいんですよ。水はけがいいところ、日当たりがいいところが好きなので、こういうふうな斜面のところを今回選んで植えることにしたということで、水はいっぱい欲しいんだけど、たまると良くないっていう、ちょっと好き嫌いがある植物になってますので、まあ、ここがちょっと適してるんじゃないかということで、すごい場所に植えることにしたそうです。いい場所がありましたね。いい場所があったんです、で実はですね、遠くですね、この画像で分かるか分かんないですけど、道が通ってるので、はい、まあ、草刈りガーッとやればですね、道が出てくると思うので、作業もすごいしやすい。なるほど。もうこの場所すごいいいなっていう。
欲しくなっちゃいましたか。欲しいですね。はい、そんな鹿児島の旅でしたけど、はい、どうでした。いやそうですね、なんか本気度すごい伝わってきましたもちろん本気だとは思っていたんですけれども、うんまあ、来てもらうだけだったし、うんまあ、自分らが行って実際にその現場を見るっていうことでやっぱりあこの人ここまで真剣に考えてるんだ自分も頑張ろうって思いました確かに、はい、思いましたね、うんうん、であとやっぱりその内田さんも錦江町に移住していろんな仲間たちがいるんですよね、うん、でその仲間お仲間さんたちとも今回ちょっと交流することができて、うん、ちょっと中川&錦江町の絆を今後深めていきましょうみたいな話まで素敵いや本当この町活のチャレンジャーみたいな人たちがいっぱいいて、うん、実は自主的に会社を作るとか、そのもう中川の人たちに似てるキャラクターっていうかタレントさんがねいっぱいいて、そうです似てるんですよ、はい、なるほど、うん、いいですね、はい、で錦江町っていうのはまあハゼの木が実は流れ着いたのが錦江町あの辺じゃないかって言われてるので、はい、内田さんはあそこで始まりとなった地でやりたいっていうことであの場所を選んだ。すごいもう本当に愛がすごい僕はやっぱり福岡 そのハゼが広まった発信点である中川でやりたいっていう思いと、うんうん、内田さんはハゼの木が、まあ、どこから流れ着いたか諸説あるんですけれども流れ着いた場所でハゼの木の栽培を復活させたいっていう思いがちょうど合わさって出会いになったっていうことで、すごいなんか楽しいですね、うん、そのヒストリーがすごいです。そうですね、うん、でその内田さんと苗を、うん、そうですね、うん、苗の話を、苗をちょっと共同で買いまして、はい、今年の春に植樹を予定しています。すごい、それぞれでも植えるんですか。そうです、錦江町と中川市で同時に植えたいなと思って。面白い。春が植え時なんですよ ね、うんうん、植える時期がちょっと決まってるので、うんうんうん、今年の春3月2月の下旬か3月の頭3月の中旬までには植えたいなと思っています。私植える時行きたいんですけど。あ、本当ですかお声掛けさせていただきます。いいですか、はい、本当に本当にいいですか。です、はい、じゃあそれは町活の LINE でも。あ、いや、いっぱい来ない方がいいならあれですけどね、うん、確かに。いや、ちょっと人がいた方がいい、人がいた方がいいと思いますけど。なんか鹿児島と中川で中継して一緒に植えたらどうですか。うわ、それ面白いかもしれない、ね、うん、絶対良くないですか。山の中へ県ですね。あ、電波がね、ちょっと電波がね、なんか昔はできなかったことをやりたいですよね、うん、同時に、うん、同時に共同作業ですみたいな、うん、そうそうそうテープカット的な楽しそうだな。それはできるかもしれない、うん、ちょっと相談してみましょうので、はい、うん、やりましょう。電波さえあれば、それでじゃあもう町活 TV で初のロケに行きます。行きたいです。行きましょう。ちょっと私出たいんですよ。出たいですね、うん、出たい、出たい、ね、うん、出たい、出たい。何本ぐらい植える予定ですか、うんうん、そうですね、100本行けたらとは思っているんですけれども、場所の日当たりとかもあるので売られる本数とかはちょっとこれからになるんですけど、うん、ようやく始まります。すごい楽しみ。植樹からかかっ、ね、なんかちょっと見に行きたいですね、うん、ですね、行きたいです、うん、今後の展望としては何か、うん、そうですね、ぜひ収穫体験やりたいなと思うんですけれども、うん、やっぱさっきの高橋善三さんの話とかを子どもたちにも知ってもらいたいなっていうので、うん、やっぱ親子向けに収穫とお話みたいなのをセットにできたらなと思っています。やっぱこういう人だ、こういう人がいて中川って、あ、そんなすごい人がいたんだってちょっと誇り持ってもらえればなっていうのは思ってますね、うんうん、確かに。ちゃんとそのバックグラウンドがあるからこれの良さがより伝わるって感じはしますよね。そうですね、やっぱどうせなら、ね、うん、その地域でやる意味のあるものをしたいなっていう思いもあったので、うんうんうん、やっぱそういうところで結びつきがあったのはすごい嬉しかったですね、うんうん、はい、ちょっとね、もっともっとね深掘りしたいんですけど、ちょっとねお時間が近づいてまいりました、うん、はい、本日はハゼの木職人の増井翔太さんをお迎えしてお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。